刑事さん、まだ来るんです。アドバイス通り一駅引っ越してみたんですけど、まだ来るんです。例の殺害予告、毎朝起きて仕事に行こうとするとポストの中に手紙が一通、開くと赤い血文字で、お前を殺してやる。本当に嫌な気持ちになって仕事に行って、帰ってきて夜家に着くと、またポストの中に手紙があって、今度は印刷された紙に、お前には殺す価値なんてない。次の日朝、赤い血文字で、お前を殺してやる。本当に嫌な気持ちになって仕事に行って、夜帰ると印刷された紙に、お前など殺す価値もない。朝お前を殺してやる、夜殺す価値もない。朝殺してやる、夜殺す価値もない。これが毎日続いていて本当にストレスで、朝殺してやる、夜殺す価値もない。朝殺してやる、夜殺す価値もない。あの刑事さん、僕ってそんなに殺す価値ないですかね。そんなに価値ないかなって、毎日それがストレスで、いや殺されたいわけではないんですけど、もうだんだん殺す価値ないの方が上回ってきて、ストレスとして、なんかもうこれだけ毎日続いてるなら、そろそろ殴るぐらいはあってもいいんじゃないかなって、なんでまだ何もないんだろうって、そんな価値ないかなって思ってしまって、はい、もちろん殺されたいわけじゃないです。分かってます、分かってます。殺されていいこともないし、殴られていいこともないの分かってるんです。でもなんか殺す価値ないって毎日言われたら、生きる価値もないかなって結びつけちゃうじゃないですか。人間そうじゃないですか。一生懸命生きてきたのに、いろんなこと耐えてきたのに、そうか殺す価値ないかって思っちゃうじゃないですか。もうどうしたらいいのかなって。だって殺す価値のないの方の手紙だけ印刷なんですよ。なんかそういうのも本当に価値ないんだなって感じしません？多分人間の価値ってそういう手間暇に現れるんですよ。本当に価値ないんだろうなって。でしかもこの間なんて、殺す価値ないの方の手紙印刷されてるやつ自体がポップ体だったんですよ。本当に価値ないんだろうなってなるじゃないですか。これはひどいぞって。だからもうどうしたらいいかなって、もう殴るぐらいはあって、実害こそないんですけど。すいません、なんか今メールが、お前など殺す価値もないってメール来ました。もうメールでいいってなったんだ。もうメールでいいってなったんだ。刑事さん見てください、これアドレスがヤフーメールだ。